皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧くださりありがとうございます。レインボーミュージックジャパンの佐々木静香です。今日も素敵なゲストをお招きしております。早速ですけれども、まず1曲お聴きください。
がとうございました、はい。本日はベック由美子さんをお招きしております。こんにちは、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。今本当に素敵な曲を聴かせていただきましたけれども、はい、今の曲は、あ、題名はですね、我が主我が神という、あのイエス様のことを歌った歌です。はい、オリジナルですか。そうですね、はい、2008年頃でしたかね、書きました。そうですか、はい、自分で作詞作曲されて。そうです、はい、はい、以前お会いしたことはあるんですけれども。そうですよ、ね、じっくりお話しするのは。そうなんですよね、今日が初めてで、はい、そうですね、そう、なんか楽しみにしてきたんですけど、お見かけするんですけど私もお見かけするんですけども、はいね、じっくり話すのは初めてで、はい、嬉しいです、感謝です。はい、はい、早速ですけれども、ベック由美子さんというお名前は、はい、なんでかって、ハーフですかとか、だいたいこうベックって言われるとはって言われて、みんな頭にが3個ぐらいこうハテナがつくんですね。それで、そうなんですよ、それでね、芸名なんですかとか、ね、聞かれるんです、はい。で、古い人はですね、ジェフ・ベックとか言うんですね。で、それでもうちょっとなんか、ちょっととぼけた人はアベックとかね、受け名を狙ったりしてるんですけども、私、ハーフでもなんでもなくて、純正の日本人で、はい、夫がアメリカ人なので、この名前なんです。はい、はい、もう回覧板なんてね、ペックとか、そんなのでね、めちゃくちゃです。もうめちゃくちゃなんです。なんでもいいですって、もう最後言うんですけども。はい、ベック由美子です、はい、嬉しいです、はい、わかりましたはい、ありがとうございます。由美子さんは、はい、由美子さんと呼ばせていただいていいですか、はい、由美子さんはいつから音楽を始めてらっしゃるんですか。音楽はもう母の強い希望でですね、うん、5歳の時にピアノを習い始めたんですね、うん。でうちの母がもう今年もう79になるのかな、うん、そうですね、なんですけど、自分が習いたかったんですよ、でも習えなかったんですね、もうそんな昔の話ですから、まあ、もちろんピアノなんか家にないですし、はい、それでも、学校に中学校の時にオルガンが1個だけ学校にあって、それをもう、そうですね、それで一生懸命それでバイエルを習って、で高校に行ったら1個だけピアノがあった、でそれをみんなで順番待ちしながら一生懸命練習して、ソナチネってわかります？バイエルを割って、はいはい、ね、そこの本まで練習したところです、学校卒業しちゃったらしいんですね、でも泣いて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 、そしたら普通の家庭にないから、そうなんですよ、もうこれでやめなくちゃいけないんだっていうね、で母の母ですから、私のばあちゃんが、娘が生まれたらやらせればいいじゃないかって、でも18の娘、ね、その頃うちの母はもうそんな娘が生まれたって、もうそんな私がやりたいのにと思ったらしいんですけど実際に私が生まれてみたら、もうすごい教育ママになっちゃって、もうすごいもう目の色変えて私ピアノを鳴らさせるんですね習わされたって感じですか。習わされたんですけどもまあそれが良かったのかなって、私は結構好きだったんですね。なんかできないことを一生懸命練習してできるようになる喜びとかね、それからそれで一生懸命練習していって先生に褒められるとかね、そういうのがちょっと好きだったもんですから、5歳から始めたんですけど、割とこう順調にタッ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 と進んで、すごい良かったかどうか、はい、そんな感じでピアノから音楽を始まりました、うん。それからこの賛美の活動に、そうですね、もうそれにはもう紆余曲折でもすごくもうこればっかり話してると一晩かかっちゃうんですけども、まあいろいろありまして、大学は教育音楽を専攻して、ですけども学校の先生には卒業してならなかったんですね、なんかだんだんその後ピアノの先生になったりとかいろいろしてたんですけども、自分の中にね、自分の歌を作って、なんか世の中に発信したいなっていう、こう思いが芽生えてきたんですよ、でそれで20代の頃ですかね、なんか一生懸命曲を書いては、なんかもう録音の技術もないので、こうあの頃はって言ったらもう年がバレちゃうんですけど、これテープレコーダーでこうやってピッてこうやってエアーでこう録音したりして、分からないでしょ？分かりますそれでなんかもうすごい素人臭いデモテープを作っては送ったりとか、なんかそういうことしてたんですね、でそうしてるうちになんかあるその音楽事務所の人が呼んでくれて、うちで修行しながら曲書いてみないかって言ってくれて、でまあしばらくこう
なんかそこの事務作業をしながら、うん、空いてる時間は必死に自分で歌を作って、ラララララララみたいな感じで、ピアノを弾いて、その上にこう多重録音で、まあ、素人くさい録音なんですけど、録音をして、でそれをレコード会社のディレクターに聞いてもらって、うん、これは使えないなとか言っても、いやこれはいいんじゃないとか言ってもらうっていうような、そういう時代がしばらくあって、でまあ、ちょっと採用になったこともあるんですね、うん、自分の楽曲がね、うん、で、まあ、すごくちょっとだけそういうメジャーの世界の、その制作現場も経験をして、うん、あ、なんか こういう世界で食べていけたらいいなぁなんて思ってたんですけど、うん、まあ、そんなにこう人生甘くなくてね、なかなかうまくいかずに、うん、まあ、アルバイトしながらとか、うん、派遣で働きながらとか、うん、そういうことしながら、自分なりに曲を書いて、またいろいろ送ったりとかしてたんですけど、そのうち、自分でもね、やっぱり自分の歌を、人のためになんかメロディーを書くんじゃなくてね、自分の言葉で自分の歌を歌いたいなっていうふうに思い出して、もう今から何年前ぐらいですかね、もうあんまり言っちゃうとまだ年がまあ20年前ってことはないんですけど、まあ、それに近いぐらい昔になっちゃうんですけど、もう30は過ぎてましたね、人前で自分の歌を自分の言葉で歌い始めました。そうですね、ありがとうございます。だからその時は、うん、まあ、だから賛美っていうことなのか、うんうん、はい、自分を表現したいのか、うんうん、まあ、そこがちょっと微妙なところもあって、うん、はいはい、そこはなんか結構、その時はクリスチャンだったんですか？もちろん子供の頃からクリスチャンだったんですね。それはですね、うん、キリスト教保育の幼稚園に通ったことがきっかけで、はい、これもなんか母なんですけど、うちの母が心配性で、私の頃でベビーブームだったんです、はいはいはい、それでもすっごい言葉が多くって、今なんか考えられないと思うんですけど、幼稚園がなんか選抜テストをしたんですね、そういう時代だったんです、はい、それでうちの母が、もし落ちたら大変だからね、早くテストがあるところにまず入れとこうって言って、そこ落ちたら他がまだあるからっていうんで、一番最初にやったのが、その教会というか、キリスト教の幼稚園っていうことだったんですね、はい、なのでそのまま教会でずっと育って、まあ、なんて言うんでしょう、そのまま教会につながった感じなんですね、そうなんですね、でその中でもやっぱ葛藤はもちろんありました、で、なんて言うんでしょうね、音楽をやることに対して、これはもしかしたら自我なんじゃないかとかね、もうそれを抑えて、なんか違うことをやるのが神様の栄光というか、神様喜ぶんじゃないかとか、そういうことも悩んだりとか、まあ、いろんな中を通りながら、自分の得意な音楽を自分が好きなようにこう表現することも神様喜んでくださるんじゃないかなっていうところにこうたどり着いて歌い始めたのが、その、まあ、時ですね、はい、歌い始めた30歳過ぎたっていう時でした、はい、そうですか、ありがとうございます、はい、それでは次の曲を、はい、聞かせていただきたいと思います、はい、誕生日っていう曲を聴いてください、はい、お願いします。しまいたいなんて口にしても今日は君の特別な日。君を見守る人たち
聖書の中に、詩編っていうあの箇所がありますよね、その詩編の一編がすごく好きなんですけれども、あそこにあの幸いな人よっていう書き出しで、幸いな人について書いてありますけど、そこにその人は、水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れないっていうあの言葉があります。あの水路のそばに植わった木ですから、時がなると実がなるっていうのはごくごく自然な、あの自然のね、当たり前の自然の摂理だと思うんですよね。だけどなんか私たちっていうか私のことですけども、なんか一生懸命頑張って花を咲かせなくちゃとか、なんかすごく頑張るあの人生っていうのかな、あのクリスチャンであっても頑張ろうとしている自分がいるなっていうのをある時気がついて、でもそうじゃないんだ、水路のそばに植わってるんだから、なんかリラックスしてればいいんだな、もうイエス様のそばにいるんだから、どっぷり使ってればいつか時が来ると実がなるんだってあのある時思いました。次の歌はその、詩編の一編についてのことをあの下敷きにして歌を作ったんですけど、リストレーションっていう題名をつけました。回復っていうあの意味です。あのうちの庭にですね、植わってたあの小さな木があったんですけれども、夏の間こう青々としがあの葉っぱが茂っていて、それが冬になったらあっという間に全部葉がこう落ちちゃったんですね。で丸坊主になっちゃって、あどうしよう、あのもうこれで本当枯れちゃったなって思ってたんです。そしたら春が来て、初夏のある日ふっと見たら、そこからなんか緑の葉が枯れ枝の棒みたいになってるとこから一個こうポンって出てて、あれと思ったらそれがまたみるみるうちに成長して、あのまたその夏うわーって茂ったんですね。でそれを見ながら、あすごい、こうやって全部ダメになっちゃったような、そんなことがあったとしても神様ってまた回復させてくださるんだなっていうことをあの思いました。この Restoration という歌は、ちょっと早めにですね、
天に帰ってしまった友達のことを思いながら、書いた歌です。歌の最後にですね、英語で He restores you, believe in him っていう言葉を入れました。まあ、He っていうのはもちろん Jesus ですね。イエス様があなたを回復させてくださるんだから、それを信じよう、彼を信じようよ、そんなメッセージを込めました。 Restoration 聞いてください。Yeah.
ありがとうございました。本当に今も素敵な曲、はい、ありがとうございます。今のもオリジナルですか？そうですね、2曲とも作詞、はい、作曲しました。はい、なんか本当に神様を賛美している姿が印象に残りました。そうですか、はい、ありがとうございます。今はどういった活動をされていますか？はい、そうですね、うん、今は依頼があれば出かけて行って、うん、ピアノを弾き語りしながら、うん、コンサートをさせていただいたりとか、はい、まあ、あと教えたりとかね、うん、していますね。あとね、私がやっていることなんですけども、地域の方たちと一緒に昔懐かしい童謡や唱歌を一緒に歌うっていう、はい、そういう仕事をしていますね、はい、こういうのってなんか教会でやったらすごく敷居も低いし、なんか近所にこうなんとなく一般の人も歌いたくてしょうがないんですよね。歌いたくてしょうがないんです。いいですね、なんか心も開いて。そうなんですよね、なんか教会とかで童謡や何でしょう、唱歌歌って、うん、そして賛美歌も歌って、はいはいはい、その意味を考えて、うん、ちょっとお茶してなんて楽しい集会ですよね。童謡なんかもあれですよね、賛美歌と通じてるんですよね。そういうのを伝えていけたらいいですね。そうですね、本当にやっぱ日本人の中にすごく入ってるので、うん、はい、素敵です。はい、最後にお聞きしたいんですけれども、はい、ベック由美子さんにとって、はい、賛美とは、はい、ズバリですね、はい、ズバリ、はい、賛美とは、生きる姿勢っていうふうに思ってます。はい、それはどういう意味で？そうですね、音楽だけじゃないと思うんですね、賛美ってね、はい、だから自分自身に降りかかることとか、毎日の起こる出来事とか、はい、どういう気持ちで受け取るのか、それがそのままやっぱり神様への賛美じゃないのかなっていうふうに思うんですね。だからまあ、何とか思うこともあるかもしれないし、まあ私はそんなにまだなんか人生のね、土台が揺るがされるような大きな苦しみって経験してないのかなって自分で思うんですけれども、だからなんかそんな風に言ってしまっていいのかなっていうところもありますけど、でもそうしたいっていう願いも込めてね、なんか神様がくださる良いものも、今良いと思えないものも感謝の心で受け取る、うんうんうん、それが賛美じゃないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。今日はベック由美子さんをお迎えして、番組でした。本当に素敵なキリストの香りがにじみ出るような、お姿から本当に、引きつけられる、本当にファンになってしまう、ような方でした。今日は本当に皆さん、我が魂の賛美シーズン2をご覧くださりありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。